はい、どうも皆さんこんにちは、いつおです。ということで今回はモッドで遊んでいく回です。イエーイ。2つモッドを入れてて、1つはオアスポン。これはあれっすね、クモトのシリーズでも何回も何回も使わせていただいてる、なんかすごい凶暴なモンスターとかを追加するモッド で、もう一つがタイタンモッドっていうね、まあこれも昔動画で使わせてもらったやつなんですけど、なんかめちゃめちゃでかい強い合ってるんかな表現、めちゃめちゃでかいし強いモブを追加するモッド で、今回はこの2つのモッドをね入れると、なんかなんだろう、コラボじゃないけど、この2つのモッドの要素を掛け合わせた要素みたいなのが、ちょっと何言ってるのかわからんなまあ簡単に説明すると、こんな感じのでかいサソリ、これ結構強いんですよ。こいつがまあもともといるんですよ、ワスポンには。ただこれの強化バージョンみたいな、そうタイタン仕様のでかいサソリとクラーケンが追加されるんですよ、この2つとものモッドを入れると。ちょっとそこら辺をね見ていこうかなと。じゃあまあさっきも出したんですけど、これがまあ通常のやつね。もうすごい暴れっぷりがすごいと思うねんけど、じゃあちょっとでかい方出しますよ。えい、あーでかい、でかいし、なんか色もちゃうし、うわ何これ、待って、なんか普通のこの通常のやつもスポーンするんやけど、ちょもうめちゃくちゃすぎる待って待って、そんなめちゃくちゃになる、これはなかなかやな。なんかめっちゃ飛ばしてるわ、ファイヤーチャージ的なの、やばないこれ、なんかめっちゃ遠くまで爆発してるけど、これちょっと出してみましょう。何体か戦うんかな、あ戦うよね、ああすごいわ、結構強いんですよこのドラゴンも。ただこのタイタンスコーピオンには勝てるのかという、周りのやつがそもそも強いからな。うわわわわわわ、うわすごい、雷とか、雷もこれあれか、スコーピオンが落としてんのかな、なんかもう多分爆発攻撃とかやから、この味方にも当たってしまうんやろうな、それでちょっと喧嘩になってますけど、うわわわわわわ、あ、さすがにやられました。じゃあモブジラ出してみます。さあモブジラはねだいぶ強いよ、うわでかっ、やっぱ見た目がすごいわ、あれでもあんま喧嘩するタイプではない、いやするね、おっと、いやすごい、大きさ的には全然モブジラやけどな、ただこの周りのサソリでファイヤーチャージ飛ばしてるのがすごい、だいぶダメージになってるのかな。うわーなんかもうすごいわ、なんか周りどうなってんのこれ、大丈夫これ大丈夫かな、なんかすごいんやけど、うわわわわわ、なかなかこうあれやな、近づくことができないというか、お互いに近づ、どうなってんのこれ、宙で浮いてない、大丈夫これバグってるわけじゃないよな宙に浮いてますねんけど、体力は、あーでも減ってるな、5分の1ぐらい、うわおーおーがっつりいくね、だいぶがっつりいってるよ、あもうやばいぞ、氷渡された、いらん、ちょっと距離が空きすぎて互いのことを見失ってしまってるけど、ほぼスコーピオンの勝ちということでいいでしょう。と次はキング出してみようか、キング敵対するかな、分からんけどちょっと出してみようか、えい、うわーすごい、もうこれはだいぶ忙しくなるやろうな、いやでもさすがにキング強いか、キングって言われるだけあって全然ひるむ様子を見せへんな、すごい、うわ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 、これはややこしいわ
画面がややこしいことになってるけど、わわわわわ、どっちがどんだけ食らってるかも正直わからんからな。どっちもなんかダメージ受けてる。ん？どうした？大丈夫か？大丈夫か？なんか、おー、びっくりした。キングの方の体力ちょっと見たいんやけど。ただキング遠くに行くな。おー、減ってるわ。さすが、タイタンモッドのやつだけあって。キング相手でも、全然強えな。結構もう、5分ぐらいは戦ってるんちゃうかな、ずっと。普通のワールドでこんな戦いやっとったら、もう周りの地形すごいことになるやろな。一晩で変わってしまうぞ。戦いが終わらない。戦いが終わらないんですけど。ということで、ちょっとやばいやばいやばい。残ってる体力的にスコーピオンが6割。で、キングがまあ 25% ぐらい。スコーピオンが多分この体力やけど 60% ぐらい。回復力の方が勝ってるんか知らんけど、一生倒されることはないんよな。じゃあちょっとスコーピオンとクイーンでいきましょう。クイーンはだいぶ、あ、でもこれ攻撃されたら色が変わると思う。変わったね。クイーンは強いよ、さすがに。この飛ばしてる紫のやつが強いけど、紫のやつ攻撃当たってない。ちょっと体力見てみましょうか。クイーン減ってない。クイーンノーダメージで、こっちは、え、でもこっちもノーダメージか。お互いにダメージが入ってない。お互いダメージ入ってないんじゃないこれ。おお、でもいや強えわやっぱ。え、違うわ、普通の方見てた。普通のスコーピオン見てた。こっちだこっち。スコーピオンも減った。クイーン多少減ってるけど、まあ回復力の方が勝ってるかな。これラッシュがあかんタイプだ、また。スコーピオンだってなんか知らんけど、食らってないもん、ほぼ。相当回復力高いんやろか。体力が多いんか、ちょっとわからんけど。周りのやつはもうこの紫の、クイーンの一番強い攻撃でやられていってるけど。でも こっち本体の方は、なんか拾ってしまった。全然食らってそうじゃないもんな。両方とも全く食らってないな。アイアンゴーレムをね、投下しましょうか。喧嘩仲裁ということで。うわ、すーご。てか、体力ど真ん中に出てくるな。いや、これは強い。これは強い。今なんかクイーン吹っ飛んでいったんだけ見えたで、俺最後に。どういうことですか？ということで、とりあえず今回は、スコーピオン、オアスポーンのスコーピオンのタイタンバージョンでした。まあ強かったな、だいぶ。もうキングとも、まあキングにはほぼ勝ってて、ちょっと回復力の関係で決着はつかんかったけども。でモブジラにも、まあほぼ圧勝って言ってもいいやろ。で、クイーンと互角ぐらい。ただ、やっぱタイタン系の、このゴーレムとかにはまあ、さすがに勝てないって感じが。じゃあ次回はちょっとクラーケンの方をね、もう1体追加されてるのでクラーケンの方を見ていきたいと思います。ではご視聴ありがとうございました。また会いましょう。さようなら。